か。こんにちは。さあ今日はお久しぶりの発掘あるある選手、ただ番外編です。スペシャル編、まあそうだな、はい、まあこれからやっぱ動画は、まあ未来への話になっていったりだとか、まあそうですね、まあ未来の話っていうのはドラフトとか、はいはい、まあそういうね、そうです、話にはなってくると思うけど、はい、だからまだプロではないです。育成の選手でもないです。そうですね、はい、どなたかと言いますと清原翔吾選手、慶応大学。清原という名前を聞けばもうピンときますよね、うん、皆さん。誰だ。清原さんの息子さんです。まあわかるよね。ただ息子さんといっても、はい、甲子園に出場された息子さんではありません。じゃないんだよね。お兄ちゃんの方です。翔吾選手、今 X でも話題になっているのが、先日東京六大学選抜の一員として日本ハムの2軍とエスコンで交流戦を行ったんですけれども、4番ファーストで出場、はい、なんと左越えアーチ、あのエスカレーターがあるところにボンと持っていったと。まあ、エスコンはポールがあって、はい、その後ろにエスカレーターあるんだよね、はいはい、それを超えていってんだよ。そうなんですよ。それもライナー気味でな。すごいですよね。すごいんだよ、パワーがすごい。いやこれさ、はい、中学高校って野球やってないんだよ、はい、そうなんですよね。離れてたんでしょ、バレーボールとアメフト。すごいよな、はい、もう普通そこから野球に戻ろうとはしないけどね。また小学校の頃の野球に戻ったってことですよね。やっぱ素質っていうのは怖いな、うん、あと何がきっかけでまた大学でやろうと思ったのか、うん、まあでも運動神経は、うん、だからそういう意味では抜群なんだろうね、うんうんうん、まあ、どの競技に対しても順応性があったという、はい、だからまあいろいろこう経験することによって、うん、まあ、野球に生かされるっていうこともあるし。そうですよね。だから彼にとっては遠回りではなかったというね、うん、まあ、そういう感じはするけどな、はい、いやだから情報がほとんどなかったわけよ。そうなんです。でいきなりあんなの見せられたら、こいつは誰だってなるじゃない。そうですね。キヨの息子だったというね、長男の方だったということで。いやいいね。あのホームラン見た時のあのパワーというかどうでしたか、うん、あれだけのパワーを秘めてるっていうのはすごいなと思って。うん、だからアメリカ仕込みというか、アメリカで相当やっぱこう体感というか、はい、まあ、そういうのを鍛えてきたんだろうなというふうに思うけど、はい、親父とのスイングの軌道はちょっと違うな。うんうんうん、ちょっとそうですね、ちょっと違いますね。いやだけどシャープだわ。シャープ、まあ、186センチ90キロ。いいね、うん、もうちょっとなんかシャープに見えましたね。いやもう本当に本当に、うんうん、だからやっぱギュッと詰まってんじゃない。はい、で大学4年になって急進化を遂げる22歳ということなので、うん、ここ数年でドドドドドッときたっていうことなんで、素質でしょうかね。素質だな。やっぱ何でもそうだけどさ、はい、素質に勝るものはないな。あ、それは大きいですね。やっぱ大きいよ、うん、それはね、アナウンサーでも、はい、いやもうコツ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 こう積み上げてても、うん、ポンと喋るうまい人には負けるもんね。やっぱある程度素質とか持って生まれたものってありますよね。そうだよな、あるよな。あります。いやだからまだ磨かれてない、うん、未知の魅力っていうのはたくさん持ち合わせてると思うよな。ですよね、まあ、そうなってくると計り知れない素質を持ってるという。そうなんですよ。まあ楽しみやな。そうなんです。でも早速 SNS にはアピール成功ですね。ここで打てちゃうのスターすぎる、どこが獲得するのか楽しみになってきた、マジで支配下あるんかな、開始名ならプロ目指せるでしょ、素晴らしい打球などコメント続々、西武でやらないかな、西武に来ますという待望論も寄せられたということで、うん、球団だったらどこでもいいと思うんだけども、はい、これが社会人行って社会人経験してもいいなとは思うんだな。あ、プロに直接行かずですか。それはいろんな野球があることを知ってほしいし、はい、まあ、プロっていうのは見たら分かるけど、うん、やっぱ社会人ってもう一つ大学よりも厳しいところでやるような感じだし、うん、まあ、厳しいっていうのは戦いがね、はい、まあ、そういうところを経験してもいいし、もちろんプロに直接行ってもいい、うんうん、本人はプロ志望はまだ出してないけど、プロで本人はやりたいと思って、どうやら思っているらしいと。いやあれが打てるっていうのは、うん、こうインサイドの厳しいところだったしな、はい、あれをスパーンとさばけるっていうのは、うん、やっぱ素質はあるよ、めちゃくちゃ。やっぱりそうですよね。いやあるよ。同じ年で言えば、うん、まあ親父もやっぱ相当なパワー秘めてたけど、はい、インサイドの打ち方っていうのは息子の方が上かもわからんよ、うん、親父は圧倒的なこう存在感があったからね、うん、まあでもいいものはあるな、うん、
で、あの秋季リーグが9月14日に開幕ということなので、9月14日から秋季リーグでも清原翔吾選手のことをちょっと見られるので、多分スカウトの方っていうのは、まあ、もう行ってらっしゃると思うんですけど。いや行ってるよ。そうですよね、この秋季リーグも見に来ますよね。明治慶応かなんか、うん、ちょっと行ってみようかな。あ、見てください。行きますか。明治に行けばもちろん宗山選手が、ね、もちろんもちろんいるので、あ、面白いですよね。いや面白いと思う。スカウトの方とかいっぱいいらっしゃってると思いますよ。いやそれは行ってもいいじゃん、その中に混じって豊さんいるみたいな。まあもう年齢的には向こうが挨拶し来るだろう。そうですよね。いろんな球団の方がね。そうですよ。そこに豊さんがこんな球団来てたぞとか裏情報があればここで披露していただけると。いやもう全球団来てるからもう間違いないから。まあまあそうです、まあ、どの球団というよりも熱心なのはどこかっていうのは分かる、ね、分かりますかね。まあまあでも、まあ、スカウト夢あるな、清の息子。しかも4番ですもんね。やっぱその体でな、4番をしっかり打てるっていうのがいいし、うん、やっぱ動きがどうかっていうところだよな。あとは、うん、やっぱポジションというのはファーストいいのか、はい、外野手もできるのか、うん、まあ、そういうところにもかかってきてるだろうし、はい、足はどの程度なのかっていうこともね、うん、まあ、含めて見るといいよな。そうですね、うん、まあ、高校時代アメフトをやっていたっていうのを聞くと、まあ、足もそれなりに。いやそれは分からん、ポジションによるから。いいのかな、ぶつかるだけかも分からんし。思ったんですけど。いやそれはお前レシーバーだとか、うん、そういうのでバンバン走ってるんだったらいいよ、うん、クォーターバック守るやつだったら走らなくてもいいから、ガチーンとぶつかるだけだ。そうかそうか。でもあれでも瞬発力いるからね。いやそうですね。いやだからそれはあのやっぱね、いろんなスポーツやった方がいいんだよ、うん、日本もですね、うん、それによってこう体の使い方だとか、うん、そういうのを覚えていくっていうのはあるしね、うん、はい、あどうやらあのポジションはタイトエンド、どこのポジションもやると。まあ、万能な選手なんだよな。走れるかもじゃないですか。まあそうだな、はい、楽しみですよ。いや楽しみ。いやそしたら清の息子だったら、うん、絶対的にね言えることは、うん、キャッチボールを大事にしてる、うん、清がそうだったの。あそうだったんですか。本当誰よりも丁寧じゃないかっていうぐらいキャッチボールを丁寧にしてた、はい、だから基本を大事にしてる親父に育てられてるから、うん、多分野球始める時でも多分キャッチボールだけはしっかりやれっていう風に、うん、多分言われてるはずだよ。基本きっちりしてる。いやだからまあファーストもできるだろうけども、はい、外野手もできるといいな。まあ二遊間サード、うん、なかなか難しいかもわからないけども、はい、キャリアがいるポジションだけにね、うん、でキャリアが少ないっていうことになってくるとやっぱファーストか外野手になってくる。その4つのポジション、うん、まあ、レフト、センター、ライト、ファースト、はい、外野も一つ一つのポジションというふうに考えると4つのポジションがこなせるといいな。そうするとやっぱり出場機会が増えますね。増えると思う、うんうん、でファーストだと相当打たなきゃいかんしさ、はい、まあ、相当打てるような打者になりそうだけどもね。でも用途としたらやっぱそういうことまでできるといいな、うん、ですよね、うん、そうなってくると、まあ、もちろんやっぱ西武に来てほしいっていうのは西武ファンは。いやそりゃそうだよな。思いますよね。西武で3番つけてほしいっていうな。うわそうなるんじゃないですか。西武行ったら今3番って誰だ。まあまあ相手とも開けりゃいいんだけどさ。そうですね、相手なかったら山川穂高選手が3番だったので今不在ですかね、うん、阪神でもいいな。お父さんの地元ですか。すごい打線。まあでもやっぱり夢が広がるな。うん、そういう考えるとやっぱりな。で誰よりも喜んでるのは多分お父様だと思うんですよね。いやそりゃそうだよ。うん、いろんな思いがある中で応援してきて、どうやらいつもねスタンドに応援に来たりとか。まあそうだろうね。ねしてますしね。見れますかね、プロになった姿。見たいな。いやいや見れますかねじゃなくて見たいよね。プロ野球って夢があるところだから、うん、だからそういう夢をみんなに見せるっていうのも俺は大切な興行だと思うよ、はい、まあ、親としたら興行に使われるのは嫌だっていうふうに思うかもわからないけども、うん、まあ、それの実力があれば、はい、それを超えていけるからね、うん、実力はな、そのままの実力であってほしいけどな。 そのエスコンのエスカレーターを超えたというね。そうですね、まあ、いや見事だったなあのホームラン。いやね、気持ちいいぐらいにパワーで持っていったなって感じします。でも坂本もそうだったけど、スカウトが来ている時にホームランをたまたま打ったと、はい、そしたらなんか一気に注目度が上がったと。いや、 やっぱ噂が広がるんだろうね。そうか、まあ、そういうことでプラが近づくケースもあるから、うん、あのホームランは間違いなくプロに近づいた一本だっていうふうに思うよ。そうなんですね。
だからこれまではそのドラフトの動画でも、ね、はい、清原翔吾選手って名前は上がってこなかったですけど、やっぱりその一本でこうやって SNS でも一気にこう、いや可能性あるよ、あの打ち方見れてると。だからそのチャンスをものにする選手、スター選手というか何か持ってるんですね、やっぱり。もっと生まれてきてるよ、お前ですね、清の息子だから血が入ってるから。持ってますね。持ってるよ、間違いないから。ですよね。なのでまずひとまず9月14日からのちょっと秋季リーグっていうのも、中日がリストアップするかも。それもファーストがね、そうするとまた楽しみですよ。楽しみだよ。ですよね。どこの一体ユニフォームを着るのか。楽天もあるもん、ファーストね、今へ。あー、なるほど、たくさんおるから言えるそうか、慶応が今ブームになっているということなので、この清原翔吾選手も楽しみにしたいです。はい、はい。